立世ガーデンヒューリック京都は、京都府京都市中京区木山地通りたこやく市にある複合施設、ホテル、店舗、多目的ホールなどが入居し、2020年7月21日に開業した。1927年春光の近代建築である京都市立立世小学校校舎をリノベーションした3階建ての基村棟と西側にある8階建ての新築棟から構成される。 2017年、ヒューリックと地元自治会の立成自治連合会、京都市が元立成小学校跡地の活用計画に合意し、PPP 事業として開発された。2018年から60年間の定期借地権が設定されている。ザゲートホテル、京都高瀬川バイヒューリックが、スクールハウス棟の2階と3階、メ園ン旨の2階から8階を占め、 それぞれ20室と164室の客室を設ける。新築棟の1階には、ヒューリックホール京都が入居する。客席が200席程度の貸しホールであり、ヒューリックとしては3カ所目の貸しホール事業となる。運営は、立成自治連合会が設立した、一般社団法人分町が行う。その他、分町が運営する、立成図書館、自治会活動スペース、 567台収容のポント町自転車駐輪場、立成広場などがある。立成ガーデンヒューリック京都2020年7月開業。2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。